パパニュースどうも、ノートをお聞きのあなた、こんにちは。ボイシーでダジャレ IT パパニュースという番組を配信しております。英語が話せないのに外資系のセールスエンジニア、パパ、マリアムですよ せっかくボイシーやっていて、まあ、ずっと音声配信やってるんですけれども、ノートで音声配信したことないなと思って今回投稿してみたいと思います。で、毎日私、ダジャレ IT パパニュースという番組配信しております。今回、ボイシーでもですね、今日配信しております。1528回ということで、今回のメインテーマはですね、霞が関が PPAP 廃止。こちらのね、話題をお届けしてまいりたいと思います。ペンパイナップルはポペン。覚えてます <laughs> あれじゃないです。あれに、あれになぞらえている PPAP とは一体何なんでしょうかぜひ、ボイシーのアプリをダウンロードして、検索でパパニュースと検索すると出てきますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、パパマリオでした。Thank you, not.